79.5 Radio Mayhem. Hello. Drive. Friday. 皆さんこんばんは。本日金曜日のハロードライブハロドラは、誕生日に欲しいものはシールファイル道重精美と、誕生日に欲しいものはミシンアンジュルムの上國料萌と、誕生日に欲しいものは置物なアンジュルムの川村彩乃の3人でお送りします。この番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日和りメンバーが、深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。さて今回は自己紹介の時にそれぞれ誕生日に欲しいものを紹介したんですけども、こちらはモーニング娘。ワンエイトの羽賀あかねさんからのお題でした。はい、はい、ミシン、ミシン欲しいです。あの、なんで？私あの一回撮影があの、やらせていただいた時に、その時に着た衣装が全部衣装さんが手作りで作ってくださって、すごい、だからあの背が一緒ぐらいだったんですけど、その方が私ともうぴったしサイズだったんですよ。へで、もう見た感じはもう完全に売り物で、だからなんか洋裁、あの洋服を作ってみたいなって最近思い始めて、だから洋裁教室に行きたいんですけど。へ、すごい、洋裁教室かっこいい。なんかすごい、だからやっぱ私の洋服のサイズってやっぱちょっと調節しなきゃいけなかったりするんで、じゃあ裾ちょっと折ったりとか、はい、袖とか折るのに、はい、自分でできたら、まあ確かにできたらもう楽だよね。で、その時に着たジャケットがすごいしっかりしてるのに、生地が安かったから1500円ぐらいで作れたって言ってて、だね、それ。そうなんですよ。だからもうそれでやっぱミシン持ってるだけで家で作れたやつ。まあ確かに、しかも普通に楽しいしね、ミシンって。ミシン楽しいですね。楽しいよね。自分で買っちゃおうって思ってます。すごい、はい、すごい、あの作品できたら教えてみてほしい。いやすごいね、神子が自分で作った服着てきたら、いやすごいよね。すごい、この作りたい欲が冷めないうちにやりたい。あ、そうだよね、確かに早めに買うといいね。はい、あやのちゃんはお着物、はい、お着物です。なんか誕生日プレゼントに何が欲しいかなって考えた時に、なんか人からもらうってなると置物が嬉しいなと思って、なんか多分私は変わってるんですけど、結構、こうインテリアに、あの物を置くのが好きなんですよ、はいはい、例えば、なんだろう、フランスで買ったお皿とか、そういうものをなんか置くのがすごい好きで、あとウサギのなんか置物みたいな、そういうのがあって、だからなんか置物ってなると、あのプレゼントする方も結構悩むじゃないですか、だけどその人によって絶対違うじゃないですか、確かに。しかもその方が選んだものに自分が巡り合える気がしないんですよね、なんか。あ、お着物ってなると、まあ、確かにお着物、そうかも。だからなんか欲しいなって思いますね。なんか地方のものとか、いろいろあるもんね、多分世の中にはね、見たことないお着物めっちゃありそう。お着物ってだって幅広いもんね。確かに、うちあのクマが鮭加えてる木彫りのクマでも全然、あの王道のお着物ね、王道のやつですね。あれでも全然おばあちゃんにあるわ。あの王道お着物。まあ私でもあれも嬉しいのすごいね。なんかこう、あ、嬉しいなって見た時に、あ、あの方からもらったんだなみたいな。あ、なるほどね。まあ確かにお着物ね、カムに似合うの買って。あ、それはそうかも、楽しみにしてます。はい、まだ素敵です。いや、私はシールファイルですね。ファイル、そう、なんかシールを、まあ、誕生日ってことで、なんか人からたくさん大量にいただいたりとかして、もうすっごく嬉しいんですけど、あの大量にもらうとやっぱシールにファイルしてくるじゃないですか。で、私はこう自分で買った分をこう頭の中でこう想像して買い物して、あ、でもそろそろ足りなくなるからシールファイルも買わなきゃなと思って、自分が買うときは足りないのが分かるからシールファイルも買ったりとかするんですけど、多分みんなはファイリングのことまで考えてないから、当たり前ですけど。確かに。考えないじゃないですか、はい、だから大量にすごいくれるのはめっちゃありがたいんですけど、あのシールファイルも添えといてもらえると一緒にファイリングできるから、そう、大人のコレクションシールファイルってやつがあるんですけど、それのシートファイルがあるんですね。商品名はあれ、私あれが好き、あれが好きっていうか、それで揃えてるんで、なんかこう違うのだと、なんかこう形がちょっと変わる、そう、揃えていくのにちょっと困っちゃうから。だから私はシールファイル、シールファイル、なるほど、が欲しいです。はい、ということで金曜日はこんなメンバーでお送りしていくので、本日も最後までお付き合いください。ハロードライブハロドラ、今週の金曜日は道重精美とアンジュルムの上國料萌と、アンジュルムの川村彩乃の3人でお送りしています。ここからは金曜日限定コーナー。さて今週は
さゆみんが吐くのこれなんだ。このコーナーは天才奇才さゆみんが吐くがお題で出された絵を描き、それを私たちがあらゆる想像力を駆使して当てるというシンプルな内容です。一人がさゆみんが吐くの描いている様子を解説して、一人が何の絵かを当てます。ということで今回は河村彩乃ちゃんが解説して、はい、回答者は私上国領前でいきたいと思います。はい、お題はリスナーさんに送ってもらったものから出します。はい、制限時間は60秒。では天才が吐く準備はよろしいでしょうか。いつでも大丈夫です。はい、それではスタートです。パーン。最初はやっぱ簡単めですか、ね、そうだと思います。最初は簡単ですよね。結構あの分かりやすいと思います。あへへへへ、でもまあまあいい感じですか。でも分かるよね、これが靴だもんね。だってもうあの分かると思います。そうよね、結構分かりやすいか。30秒前。まあなんか物その全体が分かりやすいです。あ、物としては分かりやすい。物として、頭で思い出せん。あと20秒です。やばいやば、頭が思い出せん。何もない何もないっけ。何もないか。あれでも作れ、あ、けどでも分かりそうじゃない。けどこれ、うん、そうそうですね。でも分かりそう。あともう、はい、あと5秒くらいです。いきます。おー、うん、大丈夫だと思う。はいはい、それでは60秒経ったので、はい、天才画伯描けた絵を、はい、けました、見てください。お願いします。じゃん、わかりました。オラフです。はい、一発成功。やっぱここの口だよね。はい、あのこの口ですか、これ口、人参だよね、口って。これ鼻じゃないですか。あ、口だと思った。あ、けどまあ鳥的な感じなんですかね。そう、なんかあ、でも人参ついてるもんね。そうです、わかりました。そうだよね、頭の形とか、うん、あ、でもそっくり。で頭になんか、あ、頭なんかあるなと思ったら、ちょんと生えてますね。ちょんと生えてるんだね。あ、でもわかります、わかります。ほぼほぼオラフですね。すごい、はい、一発正解です。うん、おー、すごくない？すごいです、うん、もう即答できました。できる、本当に一番最初の前段階みたいな。あ、作りかけの作りかけの時ぐらいな感じですよね。え、すごい上手、はい、すごい、やった、いい感じの、いい感じですね。スタートダッシュ最高、いい感じです、はい、いきます。それでは2問目いきたいと思います。どうぞ。いきます。待ってくださいね、難しいかも。おお、2問目も難しいね。簡単ね、こんなんだよね。すごい、難しいかも。もうそっくりです。本当にすごい、なんか成長してる感あるよ。やっぱさ、あのあれは書いてダメだよね、きっとね。あ、まあ、そうですね。あれ、それががっつり分かるって感じの、あれがあるんですよ。あれがあるの。え、でも上手くない。あ、うまいです。すごい。あと20秒ぐらい。あ、うまいよね。はい、すごい。結構でも難しいやつなんですよ、ね、10秒前。結構難しい。これ、これ、そうくらい。あ、すごいよね。残り5秒です。ちょっと待って、顔が。でも分かる。はい、60秒経ちました。それではお願いします。はい、2問目こちらです。わかりました。はい、ちびまる子ちゃん。違う。え、あ、でも違った。あ、確かに。トイレの花子さん。違います。あれです、みんな知ってて。みんな知ってるけど、あるものがこの絵にはないです。え、本当は書いてあるやつがもう大ヒントになっちゃうので書いてありません。この丸は何ですか、この右。そう、この丸もね、結構ヒントと思ってね、書いたんだけど。え、めっちゃちびまる子ちゃんに見えます。ちびまる子ちゃんじゃないんですよ。でもまあそういうアニメ系っていう。アニメ系、アニメ、どうなんですかね。アニメではないけど、アニメか、人ですか。まあアニメはアニメか。桃太郎。ピーボー。あー、わかった。わかるよね。すごい。だからこれきびだんごだった。はい。このおでこのなんだろうって思って、最初冷えピタかなとかって思ったんですけど。冷えピタ。ここに桃が来るんですね。そうそう。ああ、すごい。でもさすがに桃の絵は描いてないから。そうですね。確かに。そうなの。ああ。上手よね。はい。なんかこの、あ、桃かなって思った時点でこれがお団子に見えて、ちゃんと右上の丸が。じゃあきびだんご描いてよかったね、やっぱ。すごい。すごい。難しいですね、結構。あ、でも、あ、洋服は合ってるんだな。あ、でも
なんですけど、猿と犬とキジとか書いてたらすぐ分かっちゃいます、ね、うん、あ、そうなんだよね、だからちょっとなんか犬とか書こうかなって一瞬思ったんだけど、大ヒントすぎるから、ね、そうですね、ほぼ答えかなって。確かにそうなの、ちゃんとしたそこは。ありがとうございます。じゃあ3つ目いきます、はい、3つ目、それではスタートです。ポン。え、次の問題は結構一番難しいですか、初めやばいかもかもしれない、かもしれない。え、でもこれ、でもまあまあまあ、あ、似てますね、似てるよね、けど亀くくりはさんは、あの、わかります、はい、知ってるもの、え、でもすごい似てるかも。ちょっと待って、でもやっぱ結構今までオラフと桃太郎ですから特徴がありますよね。そうですね、今回は難しい、難しい、でも、でも私うまくない？うまいです。私今日本当に調子いいかも。すごいです。10秒前。え、似てない？あ、似てます、似てます、結構自信ありめですね。あと8秒、そうです、もう残り5秒です。え、めちゃ似てる。あ、やばい下が、え、でも似てない。完成です。下がーあ、けど確かに下もなんとなく雰囲気はよね、よね、あります、あります。それではお願いします。お願いします、発表します。じゃん、わかりました、和田さん、すごいすごい、すごい、これわかりました。うまいよね、うまいです、すごい、なんかあのスタイルがいいのもあるんですけど、あ、そう、あと前髪の感じとよね、あとイヤリング絶対つけてるから。そうなの、すごい、めっちゃ特徴捉えてます。これめっちゃあやちゃじゃない？はい、すごいです、うまいです。え、すごいよね、すごいです、すごいです。あ、すごい、あの眉毛もなんか似てます、綺麗な眉毛、わかる。けどなんかもうあの下半身もシャシャシャってもうなあと何秒かで変えたけど、もう本当にもう和田さんって感じですもんね。わかる、パン、なんかこういうパンツスタイル似合う、はい、似合うイメージあるし、ちょっと先がこう広がってるのとか。でもね、やっぱね、イヤリングを変えた瞬間特にね、やっぱね、あ、和田ちゃんだった。確かに大きめのいつもつけてますね。え、うまいよね、うまいです。え、和田ちゃん今まででもう最高傑作かも、ぐらい上手です。え、気に入った、すごい、今日気に入ったプレイいる？もらっていいんですか、私が。いるとは言わない、私のプレゼント。いいんですか。確かに和田さんの。いや、でも本当に結構いい感じにかけた気がする。いや、本当に今回すごかったですね。今回めちゃめちゃすごいです。え、そうだよね、一発正解。しかも別にさ、めちゃお題が簡単なわけでもなくない？よね、そうですね、すごいです、運命です。運命ですね。やったちょっとやっぱ上達してるんじゃないですか。それもあると思う、今まで結構やってきて、うん、やった、すごい。そろそろ卒業かな。はい、でもそれも寂しいです。はい、今回のですね、天才催眠画伯の絵はブログに載せるのでぜひチェックしていただきたいなと思います。リスナーの皆さんからも天才催眠画伯に描いてもらいたい絵があったらじゃんじゃんリクエストしてみてください。続いてのコーナーはこちら、ふつおた係。このコーナーはその名の通り、リスナーの皆さんからいただいた質問やちょっとこれ聞いてなど普通のお便りを紹介していきます。まずはこちら、ラジオネームスペシャルウィークさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。金曜ハロドラ出演者の皆さん、こんばんは。こんばんは。最近さゆみ先輩が夢に出てきました。もう内容はスーパーにさゆみ先輩がいてあまりの美しさにびっくりして逃げたらさゆみ先輩が追いかけてきてさゆみなぞり見に来てと叫んだ瞬間、さゆみ先輩が運転する車に乗っているという夢でした。3人は最近何か不思議な夢を見ましたか？すごい、すごい夢です、ね、この人もったいないです、逃げるなんて。でも本当、サイミナンドル見に来てほしいな。すごい、不思議な夢か。ありますか？でも私は、うん、あの最近じゃないんですけど、うん、結構前になんかサバイバルゲームの夢を見て、すごい、それでなんかすごい記憶に残ってて、うん、夢占いってあるじゃないですか、うん、それで調べたら、うん、あの結構その精神的にストレスが溜まってるサバイバルゲームの夢は、そうです、それで、あのその時ちょうど前日にお姉ちゃんと大喧嘩して、うん、でもうそれ調べたらもうめちゃめちゃ当てはまってて、本当にもうもう大喧嘩して、もちろん怒ってましたね。そんなに？カームにもうその日のあの前回、うん、前回私がハロドラの帰りにもう
ずっとカームにこれがこうでね、こうで、ね、3つぐらい当てはまっててなんかサメに食われるのだったり、クジラに襲われるだったりとか、なんかちょっとあんまり覚えてないんですけど、でもひたすらそのストレスのなんとかかんとかで当たっててへーすごかったです。なんかお姉ちゃんとはなんでそもそも喧嘩したそこの方が気になっちゃう。お姉、結構長くなっちゃうんですけど、どうぞ。お姉ちゃん2人いて、2番目のお姉ちゃんのバッグをお姉ちゃんが一番上が使ってたんですよ、で私がいつも直さなくて、2番目のお姉ちゃんが怒ってるから、元の位置に戻しといてみたいな、うるさいうるさいって言ってきてなんそれと思って、私はこう2番目のお姉ちゃんのこういつも怒ってるの知ってるから、貸し借りってか勝手に借りって返さないんですよ、だからそれで なんか怒り始めてで、なんかあの1番目のお姉ちゃんがこう実家にちょうど帰ってきてる時で、でもう家に帰らなきゃいけないってなって、早く9時に家を出るって言ってたのに、11時になっても出ないんですよ、だからもう早く帰ってって言ってるんですよ。あの次の日仕事があるから、朝から仕事があるから早く帰った方がいいじゃないですか、言ったらもうお前が次帰れよとか言ってきて、なんか私もちょうど実家に帰ってやる時だったんですよ、でなんか急にそれで怒り出して意味わかんなかったんですよ本当にちょっとなんかすごい言っちゃったんですけどけすごいあのあれですよね、かわいすぎるエピソード。それがもうその通り夢に出てきて、でももう相当ストレスだったのね、お姉ちゃんとの喧嘩が。喧嘩あった時に夢でそうです、そのストレスのもう全部がこうサメに食べられちゃうとか、そういうのを見ちゃったってこと？サバイバルゲームをする自体がまたそういう意味があるとか、ね、まあ、サバイバルって確かに戦いみたいななんか意味合いありそうだもんね。だからもう面白かった不思議でもやっぱ関連してるんかね、そうやってちょっとなんか最近夢を見るたびに調べるようになります、でもそれが当たりすぎてて、でもちょっとわかるですよね、なんかどういうことなんかなとか思って調べない？なんか私は夢を見たそのものが本物だと思ってたので、例えばもしサバイバルゲームをしたら、あ、今サバイバルゲームしたい気分なんだみたいな、なんかそういうものだと思ってて、でも夢って結構突拍子もなさすぎてさ、そのものだとしたらすごいやばくない？いや、しかも毎回結構すごい世界の夢とか見るんですけど、あ、自分はこういうのがやりてみたいのかなとか、あ、すごいドリームみたいな夢みたいな、だと思ってて、ね、そしたらふなちゃんとかの神国寮さんはちゃんと夢占いで検索するんですよ。いや、夢占いって夢も占いだなと思ってなんて言いますか？夢自体も夢自体もあの占い的な存在だからそうだそうだ、確かに信じるもんそうです、だから私はもう夢見ている時点で私は占いをしているんだみたいな、だから別に夢自体、はいはいはい、さらに占わなくても、でも、もうそれ自体がその自分の運命をやってるんだって思ってるので、だからそれがちょっと不思議でしたね。なるほどね、もう自分もそれがもうそういうことなのかって思ってるとか、はい、夢自体がそうですね。最近見た夢ある？あやのちゃんもう私がなんかいろいろ喋りすぎて最近見た夢ですか、なんか最近あの氷を割る、あのカチカチ割るあの棒みたいなのあるじゃないですか、あのたこ焼きひっくり返す棒みたいな、あれをなんかいっぱい持ってなんか机で音楽奏でて、かわいい。それはじゃあそうやりたいのかな、多分そうですそうやりたいんだ、あのすごいいろんな音が出るんですよ、ね、なんで机叩いてるだけなのになんかすごい鉄筋みたいな音したりとか、すごい、あとなんかバイオリンが出る机とかがあったりして、すごいそれをやって、やってて、それは夢占いしなかったな、検索しなかったので、ね、出てこなそうじゃないですか、出てこなそうだよね、出てこないんですかね。いやでもいろいろたくさんあるから、まあ、音楽をやってた、音楽をやってたとかだったらあるのかもね、でもなんかすごい穏やかそうだけどね。そうですね、優しそうなストレスかなさそうです、ノンストレスです、はい、わかんないけどね、わかんないけど、はい、はい、じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネームカレー100人前さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。金曜ハロドラの皆さん、こんばんは。こんばんは。コンプレックスにさようなら発売記念握手会に行ってきました。カムコクヨウさんと船木さんの可愛さにメロメロになってしまいました。そしてミニーズで曲とか出さないかなと思ったりもしました、その後に行ったハロフェスアンジュルムプレミアム公演、ハロプロメンバーがハロウィンの仮装をして出てきた時、あれ、上国亮さんと船木さんがいない、2人の仮装絶対可愛いのに、いや待てよ、もしかするともしかしちゃったりして、でもしかしたー、ミニーズ登場可愛いがすぎる、もはや可愛いの暴力、私は暴力反対ですが、
可愛いの暴力は大賛成です。ありがとうございます。さゆみ先輩にもぜひ見ていただきたいです。ミニーズの活動これからも楽しみです。はい、そうなんだ。ミニーズでみんなで歌ったりしたの？そうです、あのモーニング娘。うん、の森と千咲さんと横山玲奈ちゃんと私と船木ゆずみちゃんで、ユニットで曲を作っていただいて、うん、もう新曲ってこと？そうです。すごい。でハロフェスで初披露。すごい。だから3回しかまだ披露してないんですよ。へえ、じゃあもう世には出てないの、その音源とか。出てないです。まだ出てないです、ね、配信とかすらされてないって感じなんだ。衣装もそれ用に作っていただいて、すごい。もうすごい嬉しかったんですけど。どんな曲なの？コンプレックスにさようならっていうタイトルで。あ、そういうことなんだ。あのちっちゃい子あるある、小さい人あるあるを歌ってるんですけど、結構だから小さい人は共感できるんじゃないかなと思います。なるほどね、はい、じゃあ歌詞とかこう注目して聞くと面白い感じなんだね、はい、ん、振り付けもなんか可愛いのかなって思ってたんですけど、うん、意外と踊るんですよ。結構激しめで、ダンサブルなんだ、まさかの。なんか可愛いだけじゃなく、可愛いかっこいいっていうテーマで作っていただいてるんで、だから早くいろんなところで披露したいんですけど。本当だね、私たちも今後どうなるか知らなくて。あ、そっかそっか。だってまあグループがそれぞれ違うから。そうなんですよ。だから一緒にこういろいろイベントとかってなっても結構大変じゃないですか。だからどうなるのか分かんないんですけど。そうだね、でもなんか絶対可愛いもんね。可愛いわ、めっちゃ可愛いです。披露したいなって思いますね。へー、そうなんだ。後で一緒の写真見せてね、はい、あ、もうぜひぜひ。すごい可愛い、はい、ロボット感がちょっとあって。そうなんですよ、可愛いです。へー、そうなんだ。曲中にパンパペプトパンパペプトパンって言ってて、え、何それ、なんかおまじないみたいになってるんですけど、そういうのもあったりとか。やばいね、可愛い、超可愛い。いや、結構好きな曲ですね。そうなんだね、はい、すごい。ちょっと注目しますね。これからもなんか活躍できたらいいなと思います。楽しみにしてます、はい、というわけでハロドラではこんな感じで皆様からの質問や私たちに聞いてほしいちょっとしたことなどをいろいろとお待ちしております。深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です。はい、今ね、はい、ミニーズの映像まで、はい、見せていただきました。もう可愛いよ、4人。結構もう振り付けも、うん、パンパパプトパン、可愛いね、はい、でもなんか衣装とかも結構意外と、そうなんですよ、なんかかっこいい系なんだね、本当に。なんかもうちょっと気取ってる女の子をイメージしてる振り付けになってて。なるほどね。だから衣装も多分ちょっとそういう感じになってますけど。そっかそっか。でも歌詞が確かに面白いですよね。次早くなんかこう見たくなるっていうか、次どんなあるある来るんだろうみたいな。なんか面白かった、エコノミー広く使えるとか。そうなんですよ。あ、なるほどねみたいな。広いですめっちゃ。なんかそういうのがなんか面白かったです。良かったです、見ていただけて、はい、ありがとうございます。はい、さて番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしてもらえれば私たちが漏れなくチェックしますので、よろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。はい、それではここで、お知らせです。セミランドール宿命のブルーレイがですね、一般発売が11月7日から始まっております。そしてサイミンランドール東京という公演が11月13日から11月18日まで大阪のスタジオパルティッタという会場で行います。そしてサイミンランドール東京の東京公演がですね、来年の1月11日から1月の20日までコットンクラブという会場で行います。お近くの方はぜひいらしてください。そして、そのサイミンランドール東京の公演で披露している曲が入っている CD セミランドール東京オリジナルサウンドトラックが大阪の会場先行発売で11月13日から始まります。一般発売は12月5日からです。皆様よろしくお願いします。アンジュルムからのお知らせです。アンジュルムのニューシングルが発売しました。イエーイ。トデクー虫もライクイットと46億年ラブ、この2曲になっています。どちらともなんかすごい楽しい曲で、ぜひともミュージックビデオを皆さんに見ていただきたいなと思います、はい、たくさん見てください。そしてアンジュルム2018秋転校セッカコンサートが11月23日祝日金曜日にパシフィコ横浜国立大ホールで行われます。はい、はい、秋のホールコンサートはもうこの日が最後ということで、もう2018最後の秋をもうぐんぐんぐんとかっこいい感じで締めくくりたいなと思います。皆さんぜひお待ちしております。はい、というわけで来週月曜日は鈴木愛理ちゃんとジュースジュースの宮本かりんちゃんのお二人でお送りします。来週も深夜24時からチェックしてくださいね。
それではハロードライブハロドラ金曜日、ここまでは道重さゆみとアンジュルムの上國料萌衣とアンジュルムの川村彩乃の3人でお送りしました。それでは皆さん Have a nice weekend!